カットして、キックアウト。インサイド入ってくる。どうするかな、うん。離していって、ジャンパー松山。スリーポイントジャンパーです。第1クォーター残り1分と15秒ほどになります。リードは7点の越谷。一旦は3点差まで詰め寄ったアルティーニですが、ここはフェードアウェイ。決まる。狙いすましてトップの位置から決めてきました。もう一度アシュリー受けます。狙います。アシュリーが打っていって、リングに切られます。さあ、第1クォーターも残り30秒ほど。鎌田決まって長谷川からこのボールを振っていきました。インサイド入ってきて、バッツバッツフローターシュートを決め、さらに笛が鳴りました。さあ、体を割って藤本コーター、藤本からボールを受けました。レオライオンズ、外竹ブレを取った、ジャンパー決まる。さあ、このオフェンスポゼッションで得点を挙げたいアルティーニ千葉。ダメデル、ダメデル決める。決めてバスケットカウントを獲得。送っていって、アイザックバッツ、バッツに激しいマークがついている。バッツ体を当てていく。バッツ、バッツフローター決める。バスケットカウントを獲得。アイザックバッツの強さです。バックコートからプレッシャーをかけていくアルティーニ千葉。ジャスティン・ハーパー、ハーパーから菊池翔平、菊池インサイドフローター決める。バンクショット、ボードをうまく使ってきました。鎌田誠、ボールの受け渡し、スクリーンを使っていく。インサイド入ってきて、松山押し込む、バッツ。さあ、これ湯本フローター、決まった。苦しい体勢でしたが、よく決めています。持ち替えてアシュリーがしっかりと奪った。奪ってアシュリー、もう一本連続得点。決めることはありません。第4クォーターに入っている越谷の得点はまだありません。一方のアルティーニ、アルティーニ決める。76対80。さあ、4点を追ってのアルティーニ千葉の攻撃。いい反撃して、ラメルどうかな、バンクショット決める。2点差、78対80。2点で同点ですが、レイアップ決まる。同点、80対80。さあ、今日の試合も第4クォーター接戦、82対81。1点リードは越谷、どうかな、スリー決まる。ショットクロック6秒。さあ、残り3秒になる。ショットクロック打ってくる、どうかな、決まる。大きなスリーポイント。もう時間を使っていく、試合が終わる。逆転勝ちの10連勝、アルティーニ千葉首位をキープ。